時にはね、難しい課題から逃げることも重要って、俺は中学校の中1の時の理科の夏休みの宿題で覚えたからさ。俺はもう15年以上この中1の夏休みの宿題出してないから。逃げてんじゃん、おい。後回しって言うんやないですか。別にシルバー取ったからええやろ。別に やべー、やっちった。そりゃそうよ、義務教育なんかに負けてられるか、お前。あ、分かる分かる、俺も1時間ぐらい入りたい。オッケー。ドロドロの出汁汁ボトル1本1980円。それなんかオウム真理教と、真理教とやってたこと一緒じゃない、ま、うわぁ、スプーンやんけ。きつ。うわぁ、しかもウェットかよ。雨の鈴鹿のスプーンを走れって言うんですか、僕に。やばいやばいやばい、初手やばい、初手やばい。違う、うん、誰がやってんねん今頃。今時スプーンなんてもう誰もやってへんがな、あんなもう。お前、うわ、むずいむずいむずい。 UI がクソすぎてやってられへんねん、あんなもん。お前、結構しっかりめに雨降ってんのもやばいな、これ。オッケー。あー、よく滑るんごねー。いや、スノードライビング入門じゃない、中級やで、これ。あ、でもゴジラはなんか山崎隆史ゴジラ評価高いね、マジで。あんなものはクソにもならないぐらい役に立たないです。あ、はい。ちょっと待って、跳ねすぎじゃない？なんぼなんでも。
あ、でも、あ、でも意外と、意外とタイム出たな。意外とタイム出た。思ったよりタイム出たよ。全然あかんと思ったけど。うん、全然あかん。こんなん全然ですわ、と思ったけど。ちょっと待って、跳ねすぎ、跳ねすぎ、ちょっと待って。これ、むず、これ。これ、むず、跳ね、え、ちょっと待って、さっきと違う挙動しすぎやって。これ、やべえわ。これ、運ゲーじゃ、これ、意外と。これ、運ゲーじゃないっすか、なんか。やばい、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 やばい。やばい、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 やばい。いや、ビクニキすげえ。よし、オッケー。いや、思ったよりやな、むっちゃ跳ねるけど、意外とタイム出るなって感じやったな。うん。LFA はぜひ TCS0 でやってほしい。一回やってみるわ、じゃあ。一回 TCS 外してみるわ。ちょっとできるかどうかわからんけど。ちょっと待って。いや、むずいって。これ、むずいって。そもそもむずいって。ブレーキタイミングがつかめてない、まだ。いや、普通に俺が下手くそなだけなんやな、これ。今んとこ。今んとこ、ただ俺が下手くそなだけなんや、これ。TCS 意外、ゼロ意外とどうにかなってんねんけど。全然あの立ち上がりで全然開けられへんけどね、怖すぎて。怖すぎて全然開けてないけど、そもそも。これ。これ、なんか、LFA 君、むずくない？こっからさ、上りなんかさ、ちょっと、いやー、いや、曲がんねー。比較的大変、5分かかったが比較的大変なんやね。うん。LFA くん？って感じやね。うん。
このなんか上り坂のコーナリングセクションで LFA 君を曲げるという作業大変ですよ。これ54秒4やな。うわー、うん、曲がりながら、あのシルエットはトロード ライセンスのミッションがね、そのマスターライセンスっていうあのレベル上のやつが来てるから、何だっけ、なんかメンタローとか一応動画の中で呼んでるよな確か。まあ、すするって良くも悪くもすごい普通やからな。うん。良くも悪くも普通なんで。なんか特徴がないっていうか。あのシルエットはトロード。ビルの隙間にもトロード。そこに、ここに、どこにでも潜む笑う音っている。うん、鈴の木は評価悪いし、で、なんかまずいから返金しろっつったら、なんかごちゃごちゃ言ってくるらしいけどね。いや、俺もさ、なんか、昔プロスピの動画上げてましたけど、なんかプロスピの動画以外上げるとなんかごちゃごちゃ言われるから、うん、それでなんか野球界隈のめんどくせえ奴らとかがさ、なんか、まあいるわけやんか。ああいう奴らに、なんかもう、うわぁ、やってらんねえみたいな感じになって。はい、ゴールド、なんで取れたんかマジでわからん。なんで取れたんか未だに納得してない、これ。ライセンスね、国際 B 級は一応、取れたんですけど、シルバーがあと2個です。いや、取れたは取れたよ。ライセンスは取ったよ。ただ、シルバーが2個残ってるだけやから。取れてませんはね、ちょっと語弊があるから、それ。てかね、今、YouTube 自体が今結構終わってるよ。なんか収益が。YouTube の収益、今、マジでクソなのが事実。これは。まあ、今後もしかしたら改善するのかもしれませんが、まあ、ちょっと正直、今かなりきついですね、YouTube 収益は。あと一番の問題はショートが金にならんってことね。再生にはつながるけど。本当にね、今結構 YouTube オワコンっていうかね、YouTuber はみんな結構しんどいと思うよ、今。ゴールド取れた !YouTube の悪口言ってたらゴールド取れたんですけど、意味わからんわ。マジで。無心で走ってたらゴールド取れましたわ。
一応国際 B 級は全部オールゴールドでライセンス取れたんで、いつになったら俺はスーパーライセンスまでいけるかな本当に。国際 A 級のライセンスちょっとチャレンジしたけどね、めっちゃ難しいのよね。すでになんか絶望感漂ってて、なんか明らかに国際 B 級よりむずくなってる。